LoFi Lunch A Type Presented by LoFi Lunch Diner。 はい、210502日曜日0843ということです。おはようございます。報告バンバンやっていきましょう。まず、ポルカですね。先月、リリースしたものなんですけれども、ポルカの、青ちゃんと一緒にやってる In the Closet、 クローゼットバージョンの方の曲の解説をしようと思います。前に、ヒンネミシンでの、楽曲も、紹介したんですけれども、今回は別バージョンですね。トンシェルフというのは、あ、トンシェルフじゃない、インザクローゼットというのは、まあ、音の物置、音の、なんていうんだろう、音をしまっておく場所みたいな。で、そのミニチュアの音って結構小さいサイズなんで、いろんな、数秒とかの、中にピョコンって入っちゃうんですよ。なので、その音をいっぱい、なんかこう、棚に並べて、しまっておいて、で、それをコレクションテーブルのように、こう見て聞いて、たしなむという感じのコンセプトでやっております。で、青ちゃんが、マレットを叩くので、マレットの音で音と音をこうしまっておく、場所を作りたいなとか思って、こんな、マレットの棚の音を作りました。3秒ごとにマレット入ってます。ファイルの名前はですね、210425-03-001、シェルフ21メイというものです。で、この中に、音を入れていくんですけども、今回リリースした曲が、ポルカという曲です。最初にヒンネミシン、豆柴さんと一緒にやっているヒンネミシンで、いろんな要素を入れて、作ったものを、この、なんだ、インザクローゼット、相性良いんでね、インザクローゼットでも、作っていこうかなと思っております。まず大元になったファイルですけど、210413-01-01でいいのかな、違うな、210413-01-016ですね。この15秒のファイル、この音を、このさっきのマレットのマレットの中に、カットアップするような形で、入れていきました。で、それがこれですね。3秒ごとに音切ってます。で、これが、なんだ、マレットの音の棚と一緒に混ぜた感じ。で、そこに、210108の、なんだこれは、4、なんだ、ダブルレインという音かな、のリバースした、バージョンの音を混ぜております。まあまあ、聞くと結構おなじみの音なんですけど。こんな感じですね。うん。これがインザクローゼットのポルカとして、リリースしたいと思っております。うん。で、次なんですけれども、自分の箱庭音楽を作っていく上で、トロフォニーという名前で、ちょっとコードネームでやっていこうと。で、まあ、トロフォニーって結構大きい、ものなんです。大きい、なんだ、枠組みなんですけども、その中でフォノ、音声という意味ですね。フォノという音を、作っていこうかなと思って、作りました。210319-01-001 というファイルです。これ少し前に作った、確かコントロールっていう、コードネームで作ったものなんですけども、で、210428-05-001という、これはジングルですね、作ってみたんで。で、これをカットアップいたしました、久しぶりに。そのファイルがですね、こいつだ。
最初の音はこんな感じ。まあまあ。まあそんな感じでフォノというコードネームで作ろうとしております。で、もう一つ、ノーファイ食堂のジングル作っていきたいなと思っておりまして、昔ですね、190419の、1番の、セイレンという、音からこんなのを作ったのをこうバラしてみました。こんなのとか。こんなのとか、ここら辺の、人魚姫というイメージの音なんですけども、ここら辺をいろいろ組み合わせて他の音と合わせて、ジングル、ロファイ食堂のジングルを作っていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。 See you。